はい、今回の動画は前回のマニアちゃん編集に引き続き私が企画と編集と構成を担当させていただくことになりました。はい、私自身もねそんな慣れてないんですけど、まあね、自分なりに自分らしさを残しながらもヘラヘラらしいというかヘラヘラのいつもの編集に近づけるように頑張っていきたいと思います。はい、早速ですが見てください、どうぞ。ツーウェイ、どうもサオリンです。どうもマリナです。どうもアリシャンです。イエーイ。はい、はい、ということで、はい、サオリン企画はですね、はい、あの新大久保に来ました。おー、いいねいいね、お腹すいて。何かあれば新大久保知ってますか。はい、新大久保、韓国横丁っていうのができたんですよ。多分ね、12月ぐらいかな、去年の。はい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 、できたばっかで、できたて。多分、あんま行ってる人がもういないであろう、はい、穴場に、はい、行きたいと思います。わかりました。ここ、スポット紹介みたいな。そうです、こちらが韓国横丁でございます。はい、え、これが全部入ってるんだ。そう、なんか、あのエビ横とかさ、渋谷横丁、はいはい、みたいな、いろんな居酒屋さんが入ってるみたいな。そうそうそうです。韓国だと思って、ここから。はい、いいね。ここ早く。懐かしい。おでん、おでん。食べちゃう、懐かしい。クラブ帰りのおでん。こちらに。わ、いいじゃん。すごい。メニューが。めっちゃのね。なんかフードコート。めっちゃ広いじゃん。こんなに広いんだ。すごい、いい匂いが。ね。すいません。というわけで到着しました。ここはいろんな店が入ってて、はい、で、ここ例えば上海こっちに入ってて、そしたらここの料理は頼まなきゃいけない、で他の店に行っても他の店でテイクアウトしてここで食べる。あ、超良くない。みんな仲良しのお店ってことなんですか。あ、そうそうそう、へぇ、なんか多かった、大変だった。でも今は平日の昼間過ぎだから、昼過ぎだから人がそんなにないけど、もう夜とかやばい。まあそうだね、なんか出会いの場とかになりそうだね。なんとか横丁だいたいさ、そういうナンパスポットみたいな。確かに。早速頼みます。はい、大丈夫かな、え、食べれるかな。エステの帰りはね、して野菜とかにしよう。ねえ、ダメだよ。いやいやいや、ちょっとガチでお願いします。ダメ、だって最初に言ってたもん、今日来るって。いや、それは分かってる。で、エステ入れたんでしょ。そうだよ。じゃあ、ちょっとずつ。そうそうそう、じゃあ、食べないはしない。つまむぐらいとか、うん、食べないはしない。つまむぐらい。それぐらい、まあ、うちはポッポギとか別に多い。ポリポリポリ。でもさ、エステ行ってさ、そうだ、食べたプラマイゼロでしょ。いや、意味ねえだろ。じゃあ、マイナスして、そのうちプラになっちゃう。こんな感じで、すごいメニューが。ここのメニューだけじゃなくて、他のメニューからね、ゴアので飲み物もめっちゃある。避けるよ、意識高いから。ポンちゃん、ポンちゃん、あー、そういう感じ。意識高いから、意識高いから。じゃあ、そうそう、あのさ、毎日登校中だからさ、本来だったらさ、チャミスルマッコリをさ、死ぬほど頼むのにさ、塩梅切ってポンちゃんにしてる。多分サブテル並べてる。しょうがない、まあまあ今日この後もあるんだけど、やめて。この後カップミーティング、みんなに夜にもまたミーティングやめてこうぜ。ついつい、ついつい真面目なとこ出ちゃう。なんならこのサオリンの動画の編集企画も全部許可取りまで今撮ってますけど、昨日マリナの動画出てますからね。そうなのよ、マリナワールド展開。そう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 、あれはなんかふざけてるのか真面目なのか、私は私の中にいます。真面目だよ、真面目です。でさ、嬉しかったのがさ、あのデレリリ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 ちなみにそのフリーサイトを、うちも最近平成フラミンゴに教わったばっか。最近教わったばっか。実はで、それまで画面の、いや、そのまで画面の一緒じゃねえかよ。はい、じゃあサオリなんか、じゃあ韓国浴場にカンパイ。ちょっとさ、行こう行こう。今日はあの2人に楽に楽しんでもらって、あ、嬉しい。のことを考えずに、カメラには食べたい。カメラには食べたいもん。そうそう、うちアテンドするんで、はい、あのカメラに映ってください。はい、いや、じゃあ映ることだけ分かる。はい、行きましょう。はい、なんかないの、大丈夫、これ見ようみたいな。あ、あといいんじゃない、使うかもしれない。一応、じゃあカジャ、あ、いいね。みんなで一緒にカジャカジャ。恥ずかそう。
おでん食いたくね。くれくれ。おでんは絶対食いたい。うわ懐かしいな。待ってここにいっぱいある。他にもメニューあった。ちょっとずつで。みんなちょっとずつなの。ご飯食べたくなっちゃう？あ、回せんな。あ、回せんな。あ、回せんな。じゃあ心配する。エステガイダを。やっぱキンパ食べる。キンパうまそうだな、あんちゃん。焦んな、焦んな。キンパ食べない。ちっちゃいキンパとかあります？ミニキンパ。あ、ミニキンパいいね。え、なんかおしゃれじゃない？このえ、かわいい。大丈夫？あの、花とかチョコレート売りつけるおばちゃん。急にね。大丈夫？急にね。急にね、バラとかね。バラとか売りつけるおばちゃん来ない？これだ。それだけでいいですか？いっぱいあるメニューが。エビ餃子。頼まいよ。エビ餃子。はい。エビ餃子です。じゃあ、コプちゃんを。コプちゃんの、でか、一番無難なやつってこれ。何ですか？コプちゃんってホルモンのことですね。ホルモンです。今日激辛だってこれ。やめよう。これはやめよう。あ、辛麺なしにしてもらおう。普通のやつでしょ。本来は、鉄板のお店は鉄板のお店でしか食べれないんだって。今日はちょっと特別に。マルチョ、イイダコエビ。え、大級ワンタコちゃん。大級ワンタコちゃんこれ。またそ。マルチョ、大級ワンマルチョ。タコちゃん見てみた。すげえ懐かしい曲かって。ああ懐かしい。え、てかさ、この曲聴いたらちょっと韓国思い出しちゃう。ああ、モモランドでしょ。うちは。なるほどね、なるほどね。違う。ヒップホップ。なんだっけ。ミナー。あれ、クーリーがマンマン。あ、そう。あと、タイガー。一緒に歌ってた。懐かしい。なんかね、曲で思い出した。あ、あれよ、あれよ。カオリンはですね、あの、サムネにもちゃんとこだわりを持ってるそうで。こちらって、みんなさ、iPhone 11とか入れる。あ、そうだ、そうだ。画質悪いのに。一番悪いのでうちは今までとびっくりされる。それで撮ってたもんね。だからあのね、本当にありがたいのはトップ YouTuber のジンタがいろいろ教えてくれるの。あ、そうね。マジで、あのマジでさ、あれ教えてもらってなかったらさ、今頃うちらさ、マジ底辺 YouTuber みたいな画質だったよ。そう、あの本当に初期的なことで逆に分かんない。今更になって。そう、今までそれでやってきたから。そう、それが普通だと思う。そう、しかも今、あの女祭り中じゃん、事件が起きたから。大型企画の、あ、大型企画の大事件が起きました。大事件が起きて、テレビの人が使うカメラに撮ってもらったよね。そう、ノート型のパソコンじゃできないから、家にある600万のパソコンを貸してくれて、持ってっていいよ。めっちゃ重いの。もう10キロ以上ある。あるよ、2人で、なんか息子みたいな。でも、タクシーで運転手一緒に運ぶ。そうでもちょっと怖かったよね。勝手にさ、ディスプレイとか外に運び出してて、ちょっと待って、それめちゃ高いやつですかって思いながら、本当優しさで、先になんか外とかに運んでくれたんで、デスクがもう外にいたんで、そう、やばい、本当に助けられる、マジ、人体壊されて、エビ餃子、あった、うわー、それはでかい、エビ餃子、もうサムネ撮っちゃおう、ダメだよ、パン系 YouTuber じゃないんだからいいじゃん、うちはサムネとか写真に命をかけて、うちは音に命をかけて、そうだよ、そうだよ。BGM ね。BGM 確かに音、どんだけ太鼓の音。コンポンだってさ、コメントに書かれてる。歌舞伎より音鳴ってる。歌舞伎の答えって音鳴ってる。ツッコミとかありつけたのか、あのわらわらわらっていうコメントあるじゃん。くさ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 。あれ3つ以上 W をつけると、なんか、あの非認証の方にコメントを言っちゃう。いたずらみたいな感じで、YouTube が判断して、コメントを AI が判断しなくて、わらわらの方3つ以上つけるコメントって全部、こっちが認証しないといけなくて、そうなの。マリナの動画出した瞬間、もう何百件と一気にも非認証のコメント増えて、だから、おもろいコメントこそ、すぐ反映されなくて、ちょっと残念だった。らしいです、皆さん。W は、3個まで OK ですね。そうけど、あのこっちが認証すればいいんだけど、すぐに反映されないから、ちょっと時間かかるけど、でもね、マリナの動画にコメントする人たち、みんなセンスよかった。センスいいよね。マジセンスいい。突っ込んでほしいところ。そう。平らままって結構、あのコメント欄ギャグ線高いんだよ。なんか、ねねねちゃんかわいいとかじゃなくて、ねねね、くそ。ほらほらほらとか、なんか、電車で見た自分が間違いだった。じゃあ、はい、いただきます。行きましょう。はい。カルモッケスミンだー。懐かしい。大丈夫。じゃあさ、これからさ、挨拶まずさ、いただきます。まずカルモッケスミンだよ。あ、初心に帰る。はい。カルモッケスミンだー。うわー、カブレの虫歯みたい。今さら、いただきます。うちもそっちが、うわ、絶対うまい。はい、終わり。はい、優勝。
じゃあ餃子、こんな感じでいきましょう。うまっ、うん、餃子うまっ。これね、結構レベル高い。止まんない。マジエステ行ったみたいな。でもまだ、まだ、はい、全然大丈夫じゃん。あの食べる量じゃなくて、食べる時間がやばい。今行ってきたばっかだわ。そうだね、半時間もそう。あ、行ってきて、まあ3時間もそうそうそう、だからめっちゃ吸収してる。終わった、死んだ。まあ、もう一回行けば大丈夫だよ。わかんない。あれどんだけ時間を無駄にするの。うわつけちゃって、ダイブして、うわダイブして、うわバウンド、バウンド、バウンド、うわうわー、汚い。うまそう。あ、大丈夫だよ、これ野菜入ってるから超細いじゃん。めっちゃ細いけど大丈夫、これ野菜。野菜めっちゃ細いよ、ほぼご飯だけど。大丈夫、気持ちいい、気持ちいい。大丈夫、大丈夫、一番濃い。あれが昨日のランニングスだった。5キロね。大丈夫、大丈夫。じゃあ大丈夫か。頭が悪い。これナンパされちゃったね、うん、出会っちゃったね。ちょっと目とか合っちゃったね。目とかあって、こうやってウィンクが出て、安い、安いの。韓国ってでもさ、タブレットでさ、あそこの席に動くみたいな。あったよね、あったよね。あれ、あれの席をゲームする。あれ、来てる方がいい。確かに。何も聞いてたことなんで、はい、すいません。韓国のことですか？はい、韓国です。なんか韓国って、はい、なんかタブレットで、はい、隣の席とゲームしたりとか、あー、まあそうですよね。そういう形がちょっとあったって聞いたんで、自分も正直最近韓国で行ったことないので、まあ友達で連絡したら、そういうシステムがあるんですよって聞いたんで。あります、ね、はい、ありますよ。じゃあうちらの方が韓国詳しいだ。何入りやったの。たまにさ、昔住んでたちゃんの家見ちゃったよ。乗せていいもん。もう乗せていい。もう乗せてないから。もうあのボロボロの家で。ボロボロの家で見えないんだよ、グーグルマップ。そうなんだ。そう。嘘。少ないと思って。すごい、ね。なんか Wi-Fi をめちゃめちゃ滞納してて、当時付き合ってたサオリーの元彼にいろいろ通知してもらった。あったね。基本的に男に助けられちゃうとそうだね。だってうちらの部屋さ、男の写真ばかり。カーテンとか男の写真ばかり。プリクラだね、プリクラとか。しかもさ、韓国で契約した時のさ、やつもさ、マリナのことを好いてるさ、不動産屋さんにさ、手伝ってもらってさ、全部送り迎えとかして、空港まで送って、ね、不動産おじさんみたいな。不動産屋契約してさ、マリナのことナンパしてきてさ、その後日にさ、サメ奥さんを怒らせるみたいな。で、次の日、空港に迎え来てるみたいな。いいやつよ、いいやつ、いいやつ。で、その人と連絡がもう、確保消えた。ホルモンだ。高級バッタコちゃん、いただきます。いただきます。ブラチャミスル飲みて。うまい、甘辛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 い。お酒欲しい。上が個室、まだオープンしてないんだけど、明日にオープンですよね。明日か明後日オープンするカラオケとか個室があるらしい。最高じゃん。最高やん。うわ、コーラ飲みてえ。こんだけ食ったらコーラ買わねえだろ。気持ちだから。いや、毎日投稿だったら絶対飲む。え、マジで一回飲みたいの。アールちゃんがうちらに気を使ってお酒を飲まない企画をわざわざ。ねえ、アールちゃんマジ気遣える、ね、気遣える、すごいよね、気遣い女で。あれ彼氏とかだったら超最高だよね、うん、そういう友達でさえこんだけいろいろやってくれるとさ、彼氏の誕生日どうなっちゃう。確かに、うまいんだよ。ここで面白い店員さんどうしようかな。メイクだよね、メイク。奇跡でしょ、メイク。え、あれさ、結局商品開発どうなってる。あ、なんかね、うん、あ、おむすび、はい、あの、涙の塩むすび、なんか、あの、上野店の方で、はい、あの、ちょっと採用したしたいし、梅田店で、じゃあ、上野店、上野店、上野店最近できて、うん、の方でちょっと採用、うん、ロイヤリティーワウチャー、はい、考案者。でもマジでこれは欲しかったよね。うん、ここにもさ、タッチパネル式のさ、ナンパするやつできたし、うちらのさっき言ったやつ、うん、絶対できるぞ。できるよ。それか、いや、たぶんマリナだとちょっとコストかかるから、うん、なんかそういうアプリをあの入れて、そうそう、携帯アプリに登録すれば、ここのスリンそう、アプリ入れればここなんかポイントも貯まるし、ゲームもできるしみたいな、まあ、アプリって結構高いからですけど。うん、なんだろう、ね、うちさっきからこういう企画のさ、何やろ、何工作コンサートしてる。そうだね。え、どうやった編集やってみて。カットは、うん、楽やかった。あー、マジで影カット苦手だから。あー、必要にもんじゃん。いらない、いらないポイントがわからない。なんかやってたよね、優しすぎる人はカット、心が優しい人はカット苦手なんだから、うちバシバシカットする。
マジであれしかもバシバシ、うん、バシバシ心を鬼にしないといけない。その時は影くんが言ってたんだけど、編集とはいかに親切であるべきか、親切と思いやりが大事だ。影くんの話したら、うち今だってジンタンから借りたパソコンでやってるけどさ、テレビ局みたいなの一部分だけテレビ局見たし、あやばいよね、めっちゃできる、すごいよね。家のリビングのあのダイニングテーブルあれだけポンとマジ作業部屋うちっち今でも活用される時があってね、ね、よかったって、よかったよ、 こちらこそありがとう、ね、最初1週間だけ貸してって言ったの、1週間だけ貸して、じゃ最初ね行ってやるわと思った、あ家に、ね、そうだけど、それはその彼の家なわけ、気まずいじゃん、普通寝室にあるし、そうそう寝室にあるし、しかもうち編集するの夜中とかだからさ、どのいい時間帯どうしようと思って、とりあえずでも運ぶっていう選択肢大丈夫かなって思ったけど、なんとか貸してくれましたよ、1週間とかね、1ヶ月とか、もしかして押し付けてんのそのパソコンに、ありがとうございます、不能な交換めっちゃ良かった。いや、どんな編集になるのか、動画ってもうカットが命って言われてるから、もうカットで全ての動画の面白さが決まるって言われてるから、カットに人生捧げてる、もう捧げてる、カット歴、カット歴長い、うちのことカッターって呼んでる、分かった、分かった、お腹いっぱいですか、もうお腹いっぱい、罪悪感がちょっと分かった、あ、それもある、罪悪感でも持ち帰っても高いし、というわけで、はい、この韓国横丁は、はい、以上になります、はい、楽しかったです、また行こうよ、ね、普通にちょっとお酒ありできたよ、お酒ありできたよね、うん、まあこれはうち練習なんでどうなるか分かんないけど、はい、爆笑必須あれやば、ね、効果は分かったかと、あー、だから欲しい効果だったら10分は教えてくれ、いっぱいいるから、はい、韓国横丁でした、はい、挨拶なんや最後の、なんかいいなと思った人はない、それはやっぱヘラヘラの色を崩してしまうからね、よくよくないから、最後でしょ、いやあれでしょ、あれでしょ、あれだ、なんだっけ、堀口教授選手の終わり方でしょ、またねー、それで堀口教授選手はいいなと思った人はグッドボタン、悪いなと思った人はバッドボタン、あ、そうだじゃあこの動画がいいと思った人はグッドボタン、ダメだなと思った人はバッドボタンを押してください、はい、せーの、またねー。